腹痛とは腹部に感じる痛みとして自覚される症状である。主に内臓性腹痛、体性痛、関連痛、心因性腹痛などに分けられる。腹痛を発生させる要因も様々なものがあり、体内で発生した何らかの異常を知らせる情報が、まず痛みとして自覚される。またこれらの痛みは、異常に対する一種の防御反応とも言えるものである。 痛みの症状が著しい場合は、人体に対して二次的に生理的、心理的影響を及ぼす可能性が高くなるため、速やかに要因を突き止め、医療機関で適切な処置を受ける必要がある。腹痛の最も一般的な原因は、胃腸炎、過敏性腸症候群、尿路の問題、胃炎、便秘である。約30%のケースは原因は特定されていない。 その他約10%は、胆脳、水膵臓の問題、軽質炎、中水炎、癌など、より深刻な原因である、があります。高齢者では、さらに腸管膜拒血、腹部大動脈瘤などが、一般的で深刻な原因である。急性腹痛では次のような順序で行うと誤診が少なくなる。まずは、外傷性かどうかを調べる。病歴をもとに考え、腹部エコーで、 臓器損傷を確認する。次に、酸化的疾患、不人化的疾患、外科的疾患、内科的疾患と考えていく。どうしても診断がつかなければ、ククナホをすべて埋めるような問診をして、精神的疾患まで考えていく。診断をつける際は緊急手術が必要かどうかを常に考える。大抵の場合、 腹板の緊急性は心肺血管系の緊急疾患でない場合、原因によらず腹膜炎になっているかどうかで決まる。緊急性を感じたら、術前に必要な検査を行い、静脈確保も手術に耐えられるようなものにしなければならない。具体的には、胸部 X 線写真では P 映像で撮影。腹部 X 線写真は、立位、外のに方向撮影、凝固機能。 クロスマッチテスト、針は 18G にするといったことを行わなければならない。原則として、肺部痛を伴う場合は、幸福膜臓器の疾患を考える。ブスコパンで反応すれば、内科系疾患であり、反応しなければ、外科系疾患であるという経験則も使える。救急では、診断がつき、バイタルサインが安定化するまでは、鎮痛薬を使用しないという原則がある。 ブスコパンは、鎮形薬であるので使っても診断は行うことが、できる。また、たとえ診断がついてもモルヒネは、水、炭管系の疾患を増悪させるので禁忌である。慢性腹痛では、機能性の疾患が多いが、見逃してはならないのは、超閉塞と悪性腫瘍である。重要な問診事項は、以下のようなものである。腹痛のメカニズムを急性腹症で有名な、 中水炎を例として説明する。中水炎は知名度の割に診断が難しい疾患である。診断学の世界では、中水炎の病態整理は次のように理解されている。まず中水に異物などが貯留し細菌が繁殖することで、肝空内圧が上昇し、深化部の鈍痛という形で関連痛が発生する。さらに、腸管粘膜に炎症が起こると、 右下腹部の鈍痛という形で内臓痛が発生する。さらに進行すると炎症が関空の内側から外側、すなわち臓側腹膜に波及する。腸管の動きなどで臓側腹膜が壁側腹膜と接触し、炎症が壁側腹膜に波及すると、右下腹部の鋭い痛みとして耐性痛が発生する。この頃には反腸痛といった。 腹膜刺激症状が出現する。これは概念上の話であり、炎症が激しくなり組織障害が強くなれば、関連痛、内臓痛、体制痛という順に進行していく。十二指腸海洋などで潜航を起こすと体制痛が発生するが大網によって潜航が塞がれると圧痛がなくなることもある。こういったことが起こると、身体診断学は無力であり、造影 CT など、 画像診断を行わざるを得なくなる。虫垂炎に限って言えば、痛みが関連痛である進化物痛の時点では特に診断せず、痛みが下腹部に移動したり、治らなければ再受診という形にし、下腹部の鈍痛であったら抗菌薬で保存的に治療する。腹膜刺激症状まで出現したら、手術を検討するという方法が考えられる。虫垂炎に関しては、 ククナホの病歴と身体所見で疾患の極在と病院、疾患の進展度と重症度、疾患の治療と判断を行うことができる。アルバラドスコアというものもあり7点以上で、中水炎が疑わしいとされている。画像診断では造影 CT が望ましいとされている。月下のコープ、SRE ダイアグノシスオブザ f キュートアブデマンによると、急性中水炎は、 食手不振から始まり、徐々に進化部あるいは、へそ周囲の痛みが出現し、悪心、嘔吐が出現する。食手不振が高頻度に先行するため悪心、嘔吐は、程度が、くい場合が多く、嘔吐はあっても数回程度である。その後右下腹部痛が出現し、微熱を伴い、白血球の増加が起こるとしている。この順序で出現しなければ、 中水炎以外の疾患を考慮する必要があるとされているが非典型例も多い。悪心、嘔吐を起こす。疾患悪心、嘔吐は炎髄にある。嘔吐中枢によって制御されている。消化器、心臓、前提、脳実質の障害によって嘔吐は誘発される。中枢神経系の障害による嘔吐は悪心を伴わないのが一つの特徴である。 消化器の異常が最も多いがそれ以外の疾患も数多い。特に急性肝症候群が悪心、嘔吐のみしか認められないことがあり注意が必要である。診断学上は下痢といった株消化器症状の有無が重要である。株消化器症状が認められる場合は中毒によるもの以外は消化器疾患である可能性が高い。特に見逃すと重篤な疾患としては 脳内病変としては、脳出血や、髄膜炎が挙げられる。無痛性心筋拘塞は、糖尿病患者や、高齢者で多いとされている。糖尿病性、ゲトアシドーシス、アルコール性ケトアシドーシス、人右人炎、妊娠、肺血症、公約性イレウス、急性胆脳炎、急性衰炎などが重要である。これらの疾患は下痢といった、 下部症化気症状を伴わないことが多い。悪心、嘔吐を起こす疾患としては、具体的には、以下のような疾患が考えられる。悪心、嘔吐のマネジメント診断の手がかりとなる情報としては24時間以内に、摂取した食物や旅行歴のほか、腹痛、下痢、便秘といったその他の腹部症状、排ガスの有無や冷や汗の有無など重要である。排ガス、 排便がなければ閉塞性の消化器疾患が疑われる。既用歴に腹部の手術歴や心疾患、糖尿病、産婦人科的な疾患歴などがある場合は、それが影響している可能性がある。周囲に同様の症状の人がいれば、食中毒の可能性もあり、アルコール退院歴は AKA の手がかりとなる。内服薬も嘔吐の原因の手がかりになる。 バイタルサインでは意識障害、呼吸不全が認められる場合や、高血圧なわりに除脈というクッシング条項が認められる場合は、中枢性疾患を疑う。発熱が認められれば感染症、除脈や不整脈が認められれば、心血管疾患、呼吸不全が認められるときは、だかといった代謝性疾患も疑う。発熱、嘔吐を伴い消化管感染を特に疑う。 下痢の症状がない場合は、髄膜炎も疑われる。髄膜炎を疑う、不髄運動や皮質症状、高熱、髄膜刺激症状が認められる場合は、頭部 CT 撮影後、腰椎穿刺を行う。特に細菌性髄膜炎は緊急疾患である。蛍光摂取、蛍光薬の内服が不可能であり、脱水している場合があるため原則としては、採血、点滴を行う。 検査では閉塞性疾患を考える場合は、まずは、腹部単純 X 線撮影を行う。肺ガスや肺便の停止が認められる場合は、非常に重要な検査となる。重篤な疾患の見落としを避けるには、頭部 CT や心電図、尿検査を行う。血糖値が 250mg、デシリットルであれば、高を疑い、動脈血液ガスや尿中ケトン体を測定する。 機能的な閉塞は、腹部単純 X 線撮影が分かりやすい。これは必ずリツイート外で撮影を行う。機械的な閉塞、大腸んや抗約性イレウスを疑う場合は、造影 CT を検討する。抗約性イレウスの場合は、複水の貯留が認められることが知られ、単純 CT でも見分けることができることもある。悪心、オートの治療基本的には、拘束では、 pci といった原因療法を行う。対象療法としては、生徒薬、グリセオールといった脳圧効果薬、胃内い用物の除去として、NG チューブの挿入などが行われる。生徒薬としては消化器疾患が疑われた場合は、ドパミン気候薬や、抗コリン薬が用いられる。ドパミン気候薬としては、メトクロプラミド、ドンペリドンなどがよく用いられる。これは、 消化完全動運動を更新させることで内容物が通過することで大きが軽減する。常虫、筋虫、座薬、蛍光といった各種薬剤が市販されている。点滴常虫では速攻性がないことが知られている。進化部の不快感ではなく、腹いが認められるときは全動の更新で症状が悪化することがあり注意が必要である。この場合は、 コ,ーコリン薬である、ブチルスコポラミンが好まれる傾向がある。コ,ーコリン薬は、腸管全動を抑制することで、悪心、嘔吐を軽減する作用がある。胆管や尿管にも、同様に作用する。また内視鏡的に、海洋、炎症所見が認められない、機能性ディスペプシアの場合は、セロトニンを HT4 受容体刺激薬である、モサプリトがよく用いられる。 また生徒薬に分類されるドッパミン拮抗薬は、スルピリドを除き中枢神経作用は、ほとんどないとされているが、稀に衰退外路症状が、出現することがある。新鮮、無動、固縮といった、パーキンソン症候群の形をとることが多く、この場合は、抗コリン薬であるビペリデンなどがよく用いられる。また、胃界用やガードによる、悪心、嘔吐に関しては、 H にブロッカーや P が用いられる。その他、種種の原因で起こる悪心、嘔吐に対する生徒薬を以下にまとめる。治療に反応しなかった場合は、経口摂取不可能であることが多く入院の適用となる。治療薬の変更よりも、原因疾患の再検索重要となる場合が多い。しゃっくりは、大角膜や横角神経への刺激によって起こるとされている。 対処法としては息を止めて、水を飲むのが第一の対応法である。機械的刺激が存在する場合は、その原因除去を行い、薬物療法としては、コードパミン薬の投与を行う場合が多い。また、抗精神病薬であるクロルプロマジンが用いられることもある。クロルプロマジン 25mg を生理食塩水 50ml に溶解させ、30分で点滴などは、 難治性の場合は用いられることがある処方である。下痢とは24時間以内に2 0 0ム以上の頻回の難便あるいは水曜瓶が認められる状態である。アプローチとしてはまずは、脱水所見の有無の確認から入る皮膚のツルゴール、粘膜の乾燥といった身体所見、嘔吐や経口摂取不可能といったエピソード、腹部診察による腹痛など、 随伴症状の有無、採血における、電解質異常などから判断する場合が多い。脱水が認められるが、場合は点滴などによる脱水の解除を行う。特に高齢者や小児では、容易に脱水が起こしやすい。その後、感染性、非感染性の区別を行う。体外毒素型の感染の場合は、発熱が認められないことに注意が必要である。 死が混じっているかといった瓶の正常、過去2日から3日の食事歴、旅行歴、同様の症状を伴った人が周りにいるか、抗菌薬の使用の有無、アレルギーなどが重要な問診事項となる。食物アレルギーなどの存在にも留意する。嘔吐なしの軽症患者では、検査なし、重症患者、脱水患者では、採血、点滴の思考、特殊患者では、 貧培養を施行することが多い。重要なことは感染性下痢症であってもほとんどの場合は抗菌薬の投与は不要である。通常であれば排泄によって起遠菌の排出で自然治療するということが第一に挙げられる。さらに抗菌薬投与によって増悪することもある。例えばサルモネラ菌による腸炎の場合は抗菌薬の投与によって保菌者となることがある。 腸管出血性大腸菌の場合は、溶血性尿毒症症候群を誘発することがある。死者薬に関しても感染性下痢、出血性下痢といった気質性下痢に対しては使用しない。消化管の排菌機能を抑えてしまうからである。こういった事情から原則は、乳酸菌などの成長剤の投与を行う。魚介類による下痢、出血性下痢、 感染性胃腸炎で頻度の多いイーコライ O157H7 キャンピロバクター SPP バイブロパラマリティカスなどには抗菌薬が不要である。逆に抗菌薬を使用する感染性胃腸炎には敗血症、重症感のある場合、旅行者下離症、疑膜性大腸炎、性感染症、肝硬変の患者のビブリオバルニフィカスなどである。ビブリオバルニフィカスは 制御などに含まれる細菌であるが、肝硬変患者が感染すると致死率が高い。この場合は、ペトラサイクリン系の抗菌薬を用いる。下痢の患者に抗菌薬を使用する場合は、ラック BR やビオフェルミン R といった抗菌薬体制の成長剤を併用する。よく用いる抗菌薬は点滴であれば、セファマイシン系であるセフメタゾンなどである。 蛍光薬では、入気の論系であれば、トシル酸とトスフロキサシンを 150mg 上で3条分、3で5日間や、ホスホマイシン系では、ホスホマイシンを 500mg 上で6条分、3で5日間、などがよく見る処方である。気炎菌は、市中と院内では大きく異なることが知られており、入院後3日経過していれば、抗菌薬投与中といった特殊な事情がなければ、 リンバイオは不要である。これは、ほとんどの場合は感染性ではなく、別の原因で起こる下痢であるからである。対象療法が必要ならばこの場合も成腸剤を用いる。入院中の下痢、発熱の場合はクロストリジウムディフィシル腸炎を、疑い CD トキシンの測定が必要となる。診断したら、メトロニガゾール、または、蛍光板コマイシンで治療する。 死者薬は機能性下痢症にのみ、原則用いる。海洋性大腸炎に、塩酸ロペラミドなど腸運動抑制薬を投与すると、中毒性巨大結腸を起こすことなどが有名である。非感染性気質性下痢には、炎症性疾患、血管疾患、吸収不良疾患、乳頭不耐症、手術後、内分泌疾患、放射線、腫瘍、アレルギー疾患、中毒、薬物、 便秘、レジオネラ肺炎の随伴症状と多数知られている。消化管出血は腹痛を伴うことがある。消化管出血で特徴のある症候としては、吐血、メレナ、下血、血便といったものが挙げられる。症候によって、出血部位の予測がある程度できるとされている。一般にトライツ人体より口側を上部消化管、肛門側を下部消化管という。 上部消化管出血は消化性海洋の場合が多く、胃痛を伴うことが多く、下部消化管出血は下腹部痛を伴うことが多い。上部消化管出血の原因疾患を以下にまとめる。頻度としては消化性海洋、マロリー・ワイス症候群、移植道静脈瘤の3つが圧倒的に多い。脳血管疾患や心血管疾患の合併症としては、 脳出血後のクッシング海洋や熱症受傷後のカーリング海洋が有名である。意識障害や認知症がある場合は重要である。上部消化管出血にはルールオブファイブという法則がある。これは上部消化管出血量と症候を対応させたものである。国食便の原因としては消化管出血以外にイカスミ料理、鉄剤、赤ワインなどでも起こることが知られている。 メレナ塗血と区別が必要な症候に滑血がある。滑血が気道出血であるのに対して、塗血は消化管出血である。塗血の場合、胃潰瘍などによるあるいは十二指腸からの出血で血液が胃液による酸化を受けて黒色となる。コーヒーのカスに似ており、コーヒー残砂様と表現される。コーヒー残砂様と物は塗血で特徴のある所見である。 ただし、吐血でも肝硬変などに伴う、食道常務薬流からの出血は、胃液と接触しないため赤い。吐物に対して、尿潜血検査がなされることがあるが、テステープ検査では胃酸に触れただけで、鮮血陽性となるため出血の有無は、この検査からはわからない。滑血を飲み込み、それを後に吐血することもあるため、両者の区別は時に難しいこともある。 滑血と溶血の区別がつかない場合は呼吸器と消化器の両方の精査が必要である。溶血、メレナが認められた場合は、まずは窒息の可能性がないかを評価する。吐物による閉塞がひどい場合は、気管内相関を考慮する。その後血圧にて循環動態の評価をする。静脈の確保や輸液を行う。そして、NG チューブによる胃洗浄。 食道上脈破裂を疑う場合は、SB チューブの挿入を行う。そして、上部消化管内視鏡による診断と止血を行うのが大まかな流れとなる。土物が赤か黒か、イカスミや赤ワインといった黒色瓶の原因となる、食事の摂取の有無、腹痛、肺物といった症候の有無を確認する。起用歴としては消化性海洋歴、ピロリ近所菌歴、 肝疾患について調査し、アルコールの飲酒歴、アスピリン、エンセズ、工業公約、スリー、スピロのラクトン、鉄材の使用歴を調査する。慢性肝疾患の合併の確認のために、蜘蛛状血管種、主症候判等も確認する。肝炎ウイルス検査陽性であり、凝固異常が認められ、食道静脈瘤破裂が疑われれば、阻径静脈で、中心静脈確保を行い、 感染予防、NG チューブの挿入を行う。血血まずは、バイタルサインの測定を行い、循環動態の評価を行う。静脈炉確保を行い、輸液をする。肛門鏡検査にて、自出血の有無を確認する。自出血であっても大量出血の場合は、緊急手術が必要である。少量ならば、罪悪や難弁罪の処方にて、経過観察が可能である。 自出血でなければ、内視鏡検査にて出血源の同定を行う。血血を起こす疾患の頻度では、下部消化管の方が多いが、大腸内視鏡では、全処置が必要であり、下剤の大量投与は誤炎のリスクがあること、上部消化管出血で月血が起こる場合は、大量出血の可能性があることから、上部消化管内視鏡検査から行われることが多い。上部消化管。 株症化管ともに出血源が認められなかった場合は、症状出血の可能性を考える。かつては出血新チグラフィーや血管増影が行われていた。出血新チグラフィーでは増栄 CT にて所見がない。場合は検出できる可能性が低い。近年は、症状内視鏡であるダブルバルーン内視鏡やカプセル内視鏡が用いられることもある。代表的な疾患にはなどがある。 腹痛の治療は原疾患の治療が原則であるが、症状の緩和に漢方薬が効果的なことがある。漢方薬治療を胃の不調、腹痛、便秘、下痢に分けて述べる。胃のもたれや進化部の違和感は腹痛の訴えになりやすい。このような症状で用いる漢方薬には、半下写真油、下心油、安中酸、人参油がある。半下写下油は実証向きであるが、 腹中雷鳴とも言われる下痢、胃もたれ、口内炎などに有効である。巨匠でなければ胃の不調には半下写真油が使いやすい。巨匠の場合は安中酸や人参油を用いる。人参油は死者薬が無効であった場合に下痢止めとしても用いることができる。過敏性腸症候群の症状には軽視化尺薬油が用いられる。過敏性腸症候群で腹痛ではなく、 便秘が主な訴えになるときは、軽視か尺薬な用油が、下剤の代わりに用いられる。老人の便秘には、朝子シマルが用いられる。抗精神病薬内腹中及び透析中の患者の頑固な便秘にも、朝子シマルは効果がある。サブイレウスには大腱中油を用いる。下痢の症状緩和には実症の場合は、半下車死に油。巨症の場合は、心部油を用いる。 深部湯が無効の場合は、人参湯を用いる。人参湯と深部湯は併用しても良い。それでも、無効の下痢に対しては大剣注油が効果を示すことがある。急激な腹痛、激しい下痢、しゃっくりに、芍薬肝臓油が有効なことがある。ありがとうございます。